前回のドズクラ、地図で巨大なドズルフェイスを作成しよう。材料となるテラコッタを取りにメサに向かうドズボン。ひたすら掘り続け、シュルカーボックス3箱分入手しました。どうも、ドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、トモです。トモです。ということで本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、はい、ボンさん、今日もですね、こちらマインクラフト、新鮮なね、新鮮な動画をお届けしていきたいなと。新鮮な動画、もう撮れたて、揚げたてですよ。じゃ、これいつ出る動画かご存知？これ明日っす。これは明日。これは明日。これは新鮮でしょ。新鮮で、あの、皆様、久しぶりの新鮮な動画でございます。ありがとうございます。届け、もうお届け、すぐお届け。もう僕撮って編集してすぐお届け。僕たちはもうね、あの、撮ってから上げるまでの時間がもうすごい短いで有名ですから。有名じゃん。今日もね、新鮮な動画を皆さんにお届けしたいと。これから1週間分ぐらい撮ります。言わないでって。なんでそれ言っちゃうの。まあ確かそうね、毎回新鮮って。そうだ、言っときゃいい。そうそうそう、だってね、めっちゃ我々めちゃくちゃ冷凍系を言うなれば言うなれば冷凍系、冷凍してるよ、冷めても美味しいです、というところで、今日もですね、マインクラフトをお送りしていきたいと思うんですけれども、はい、オープニング長い。え、いやいや、いいの、いいの、いいの、久しぶりにね、はい、ちょっとボンさんと一緒にマイクラの、ね、久しぶりって言っちゃった久しぶりに、久しぶりって言っちゃってんじゃん。ドズクラに来たんですけど、はい、ボンさんなんかね、うちの村荒らされてますよ。え、何これ、ボンさん、ボンさんの仕業。え、違う、何これ。これなんか、ほら見て、怪しいサングラスの男が、ほら、うん、怪しいサングラスの男のハンコが押してる。何このハンコ。和風って書いてある。何か、どういうこと。和風。え、和風和風和風って書いてて、ここにね、謎の座標がね、あの、貼られてるわけですよ。はいはいはい。これ多分、うん、あの、僕もあの、なんとなく分かるんですけど、大原麺でしょ、多分。大原麺か。ボンさんじゃなければ大原麺でしょ。だから、サングラスかけてるうちのあのワールドに入れる人って言ったらボンさんか大原麺だ。確かにそうだそうだ。大原麺のハンコだ。大原麺がこの和風建築としてね、はい、和風建築か、これ和風建築よ。和風建築高ったな。え、これどうやってやったの。いや、だから多分だけど、ここ渦潮がね、あの、出てるんで、海の上に本当だ白いブロックを置いて、うん、で、これ和風って作ったの。巨大建築。巨大建築だから、僕たちがこの前それこそ顔作ったんですよ、はいはいはい。あの顔と同じ要領で、紙作って、その上にマジで和風って書いてるんじゃないですか。マジで。いや、これでもね、すげえな。まあ、仮にもここは僕たちのワールドですよ。確かにそうだ。僕たちのワールドの海を荒らされたわけですよ。書き初めされてるわけですよ。落書きよ。落書きよね。だって渋谷のさ、普通に壁とかに落書きされたらそれ怒られるでしょ。確かに確かに確かに。これちょっとね、大原めやってくれたなと。やりやがったわ。見に行きません。え、見に行きません。せっかくだからね。そう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 。いや、行こう行こう行こう。マイナス1800の800ぐらいって。行きましょう行きましょう。それはもうちょっと行くしかないね。うわ、でかっ。しかも行商にいるし。でーかっ。あ、すげえ、見てボンさん、文鎮が土になってる。あ、そう、あー、これやったんだ。こういうやつでやってるんだ。すげえな。すごいわ、これでか。思ったよりでかいですね、ボンさん。こんなん作った。これやばいな。ねえ、上から見たらこれが和風になってんのか。あ、ほんとだ、ちゃんと。あ、これすごいね。あの、コンクリートで作って、はいはいはい、コンクリートパウダーで作ってるから、これまた書き直そうと思ったら書き直せます。確かに、そうだ、書き直せる。しかも、なんか看板が置いてあるよ。お、なんだ。ご自由に書き換えてくださいって大原面から書き換えていいってこと。これ書き換えていいってことです。ご自由に書き換えてください。あ、だから書き換えやすいようにここを水で固めてないんだ。なるほど、パウダーのままにしてくれる。パウダーの方が書きやすいから。じゃあせっかくだから、はい、書きも変えますか。いや、もうこれだってね、海とはいえ、うん、僕たちのワールドの資源でしょ。確かに確かに。これドズボンワールドの農林水産省担当、うん、ボンジュール大臣、はい、これちょっと、ちょっとこれね、この和風のままじゃ良くない。和風のままじゃね、和風のままじゃダメだよ。僕たちの海が怪我されちゃいましたから。怪我されてますから。なんて書き換えます。あー、でもなー、いろいろ変えるのもな時間かかるからな。めんどくさがらないから。いや、違う、あ、あ、やばいやばい、めっちゃ敵湧いてる、めっちゃ敵湧いてる。クリーパークリーパークリーパー、一回一回飛んでこ、一回飛んでこ、一回飛んでこ、一回めっちゃクリーパー湧いてた今。怖っ。
じゃあコンクリート黒のコンクリートパウダーを持ってくれば書き換え直せますかね。いくらでも書き換えられる、うん、ね。これなんて書き換えるのがいいですか、ボンさん。全部書き換える。いやまあそれはもうボンさんに任せます。なんか、はい、生かそうよ。書き初めで生かすってありうる。生かそう、生かそうよ。書き初め生かすってありうるの、はい、和か風か。ああ、まあそういうことか。ああじゃあもう任せます。和なんとかか、はいはい、なんとか風でちょっとボンさんが書きたいやつ。和なんとかだと和田しかない。果たして和田を書きたいかっていう。和田しかないかな。でもボンさん、本名公開してましたっけ。してないですよ。和田言っちゃっていいんですか。和田じゃないです。和田ではない。和田じゃないから。言ってないって。はいはいはい。ボンさん。はい。じゃあ家戻ってきましたが、うん、どうします。なんか自由に書き換えてくださいっていう。和風でしょ。はい。まあ、今んとこ出てるのは、はいはい、和田。和田か。和田だと楽は楽よ。楽ね、うん。それかなんとか風。あ、通風。え、通風。通風って書き初めする人おらんでしょ。確かに書き初めで通風は。通風はやばい。通風はやばい。何にします。あ、じゃあ和式とか。和式。ああ、いやなんか汚いからやめて。和食、うん、まあ、それだったら和風のままだもん。それだったらもう和田が一番いい。和田にしますか。和田さんちみたいな感じで、はい、これから家作れるじゃん。和田さんち作れるんだ。あ、そういうこと。表札を作りましょう。じゃあ和田にしましょう。和田にしましょう。決して簡単だからじゃないですか。いや、それはもう僕たちは手を抜かないことで有名ですから。有名だから、やめてくれよ。本当だよ。誰に言ってるんですか。誰に向けてかは分からないけど。言っとかないとなと思って。まあ確かに勘違いされたらね、もしね、怖いですから、うん、意外と黒のね、コンクリートないですけど、まあでも、うん、あれでしょう、和風の風を壊して、あ、確かに単にすればいいんで、じゃあもう行っちゃいましょう。足りると思う。多分おそらく、うん、ベッド持っていこう。あそこ敵がやばかった、ね、敵がめっちゃいたから怖い。ボンさん、せっかくこの大柄メインが作ってくれたこの和風はどっか飾っておきましょうか。あ、そうですね、和風いいね、うん、ここに書き初めしとこうよ、こうやって。おー、いい、めっちゃいいじゃん。いいね、めっちゃいいじゃん、これめっちゃいいじゃん。ここにこういうのいいね。こういうのいいよ、すごく。あれだから今後ね、書き初めしたいときにあれ使えば。書き初めしたいとき今日染めてみたいな。来る、書き初めしたいとき、うん、あるある。 あそこ使えばね。あそこ使えばいいから。よし、ボンさん、ちゃっちゃとやっちゃいましょうか。やっちゃいましょうか。和田でいいのね。で、下のね、風をね、はいはいはい、ここの風をして。すごい、でもこの大きさで僕書けないかもしれない。大原面すごいな。すごいね、うん。文字はだいたい2マス分ぐらい必要なんですね。細くなっちゃうんで。僕今、そうです、だいたい2マスでやってますね。2マスぐらいか。学ぼう。オッケーオッケー。大原面から。オッケー。じゃあ作っていきましょうか。ましょう。え、だってもうちょっとこうずらした方がいいの。もうピシーってこう。一旦ピシーっちゃう。のもう本当のダを作って。オッケーオッケー。そっからアレンジしよう。本当のダを作って、ね。本当のダを作って。いきますよ。そうしないと我々書道家でもなんでもないから。そうね。北に無理よ。大丈夫、作りますわ。でもボンさんなんか書道10段持ってるみたいな。持ってるわけないでしょ。持ってるわけないでしょ。あ、持ってないか。わけないでしょ。なんだっけ、字は苦手です。僕小学校の時ずっと書道を習ってて、うん、あ、習ってたんですか。うん、ずっと習ってたんですけど一向に上手くならなかった。嘘でしょ。1ミリも上手くなる気配がなかった。なんか書道やってると普通の字もなんか上手くなるみたいな。いや、僕ね、あの書道ダメで、うん、硬筆も習ってたんですよ。あ、硬い筆って。そうだから普通にペンとか鉛筆とか、ね、鉛筆でね、書くやつ全然上手くならなかった。やっぱね、あるんだと思う。才能がある、才能がある。絵だってそうだと思う。確かに誰もが字上手くなると思うなっていう。そうよし、ちょっと僕ね、今回地図持ってきたんで、はい、今どんな感じか。これにも行きますね。ピッと
和田だね、和田だね、和田だね、一旦ね、一旦ね、もうちょいでも崩した方がいいね、大原麺のこの毛筆っぽい感じ、筆っぽい感じが、いきょう、なるほどね、これちょっと見ながら、和田だった、思った以上に和田だった、ちゃんと和田になってるね、これは和田だわ毛筆っぽいの、これむず、思い切ってこうやっちゃった方がいいの、はいはいはい、ちょっと、はい、多分細くなったりするわけよね、こういうことやね、そう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 、まあ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 、でちょっとこっちも徐々に補足していきますか、ああいいね、こんな伸びないかわのこれもうね、止め跳ねですから、そうそうそう、習字っていうのは止めと跳ねが一番重要なのよ下手だったんでしょ、上手くならなかったんでしょ、習ってはいたから、習ってはね、狙いもさやることは寝るよ、あ、ね、や, るやることは知ってるのねやり方はうるさいよし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 、あーすげー削れてるもんさんとそれ削れ、いやいやいや、いいに、こっからインに持ってるから、インに持ってけるそれ、こっからちゃんと持ってける、インに、なんか変だよ変だよ、持ってっから本当に大丈夫モンさんなの、何インに持っていくのいる、あれ、あ、持ってきすぎた、いや持ってきすぎてる、それはどう考えても、これは持ってきすぎてる、大原麺は一人でこの下の紙も作り和風を作ってるのに、僕たちは二人がかりでこの田も作れねえのか二人がかりで、二人がかりで田でろくに田も作れねえ、田も作れねえよ俺たちはよ建築と違ってこれ、はい、トラップドア置いときゃいいってもんじゃないから無事だ、ごまかせない、ごまかせない、トラップドアでごまかせないとこれ繋がってないのがおしゃれだったりするわけでしょそんなおしゃれ、ほらほらほら、そうよ、そんなおしゃれある、繋がってないのがいい、はい、おしゃれだったりするわけ、あーね、あー、オッケーオッケー、確かにこうだな、おお、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃない、あ、いいねこれ、いいね、もうちょっと四隅の、はい、あれで風格というか、風格出すか、出しましょうか、風格欲しいね、書道家みたいな先生も筆にたっぷりもうあの確かにね、墨をつけて、そうブーンみたいなしますから、みんながやっぱ言うのは、はい、うん、気持ちいいじゃない、魂みたいなのあるでしょある、そのこだ、あの、そう、形にとらわれるなみたいな、よく聞くじゃないですか、確かに確かに、字はね、生きてますから、そう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 、字は生きてる、いいこと言う思いのままにやればいいんですよ、確かに確かに、そりゃそうよ、いいじゃん、いいね、いいじゃん、元よし、じゃあこれで完成だなんで笑ったんすか、なんで笑ったの、なんで笑ったの、なんで笑った、完成でしょ、完成です、完成でしょ、よしよしよし、あ、いいね、いいね、これはいいですね、これちなみに、はい、上からやるけど、うん、サングラスのところ、あ、サングラス、これにしよう、あ、あ、ボンジュール式、黒くなってる、黒くなってる、なってるなってるなってる、口元ってね、うわー、これ塗り替えていくなんかやっぱボンさん感薄いよ、薄いね、うん、ちゃんとして、やっぱ髪の毛じゃない、いや僕髪の毛作りますよ、ボンさんのカツラを乗せときますから、カツラ、髪でしょ、なんで髪って言ったのカツラって言い直したの今カツラを、カツラ乗せときます、ね、口たまには書いていくかまあ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 和田さんです、和田さんです和田さん、これ和田さんだから僕じゃないから、あ、ボンさんじゃないよ、そうそう、和田さんですか、和田さんですか、和田の、和田さんの、標識完成でございます、じゃあじゃあ、さあ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 、家の、家に貼ってあげましょうよ、これ和田さん家にね、和田さんはうちのワールドにいないんで、はい、ちょっとまた和田さんを作る必要がありますけれど和田さんをね、はい、和田さんをね、じゃあ今日はボンさんこれを貼って終わりにしましょう、はい、そうしましょうそうしましょう、家にね、家に、いや村、村か、村人の新キャラ和田さんを作らないとな和田さんやっぱ作らないと和田さん家、確か和田さん家があるのに ね和田さんいないわけにいかないそうね、よし、ボンさん戻ってきました和田さん家をじゃあちょっとね認定しますわ認定しますね、和田さんといえばやっぱこっちかな、あ、ボンさん見てここ、はいはい、お、ちょっとね ガイドを作ってます、はい、やっぱ街ってこの道があるとだいぶ違うでしょ、和田さん家はこちらに認定いたします、和田でございます、あちょっとすげえ目立つなこれ麺のオーラーメンの家も一軒和田さん家、あ、一軒和田さん家作っとこ、それは作っとこ、それはね、
はい、ボンさんどこいます？あ、いた。ました。よし、じゃあ和田さん家作るか。和田さん家どこにします？どこでもいいですよ。ボンさんが和田さんが住んでそうな、はい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 、場所雰囲気で。いや、いい家ばっかりやな。しれっと、しれっと和田さんち隠しといて。あ、ここ、あ、こことか。ここ未周回じゃん。ここ和田さんちにしときますね。この辺に行きますかね。あそこにする。ここ、どっか貼れるから。ドア、ドア。あ、ドア、ここ貼れるんだ。今、今、あれしました。ああいいね、和田さん。和田さんちだね。だこれ、これ和田さんちだ。こんなおしゃれなのに和田さんちなんだ。これ和田さんちだ。全国の和田さんへの熱い風評被害。本当よ。いや、ちょっと今日ボンさん、はい、動画が若干薄いんで、あ、あの大原メインの街をちょっと散歩して終わりにしましょう。うん、大原メインの紹介をね。はい、いやー、これちょっと大原メイン同じワールドにあると思えない。うん、おお、びっくりした。おお、あれで雲。びっくりした。大原メインのところはね、はい、結構モンスターが湧くっていう。湧く湧く湧く。湧き潰し甘い甘がち。もう、いやでも倍重視にしてるから。かっちょいんだよな。すげえな。すげえ、この石のね。石書があって、これなんかロールプレイングゲームみたいだもん。本当にそう、ドラゴンクエストの世界みたいな、ね、こことかもめっちゃ敵おるけど、めっちゃ敵おるけど。いや、ドラクエの世界だもん。だから村からそりゃそうよ。そりゃそうよ。そりゃそうよ、急に敵いる。ポケモンもドラクエも村から出たら敵はいるもんだから。そうそう、敵いるか当たり前よ。ただこの世界は村の中も出てくるけど、はい、恐ろしいな。恐ろしい、それは。あとボンさん、僕ね、この前ね、うんうん、あの教会をね、ちょっと参考にしたいなと思って、うん、大原メインの村来たんですけど、教会ね、教会、はいはい、昔教会建築バトルで大原メインが作ったのがこれなんですよ。あー、なるほどね。この教会、これがすごいこうシンプルで、かつなんかチャペルみたいになってて。あー、チャペルだ。うん、チャペル、原木もいっぱい使う、ね、すげーおしゃれなんですけど、はい、あ、ここにちなみにね、感謝のプレゼントボックス置いてあります。何これ。僕が日頃、ね、あの大原メインに、はい、いろいろお世話になってるんで、うん、僕がもう感謝の気持ちをね、いっぱいこう、ほら、じゃ、余ったもんばっかり。違うよ、ただばっかり。余っただけ。食料問題。大原メインたくさん食べるかなと思って、焼きたらをたくさんと、あとたら入りバケツ。知ってるでしょ、大原メイン意外と小食。知ってるでしょ、知ってるでしょ、小食よ、意外と小食な。で、ほら、建築にも大好きな、これわざと取りに行ったんですよ、僕。大原メインのために使うもんね、大原メインのスタン。あと火薬がね、あの、足りないって言ってたから。火薬足りない、なるほど。そうそう、最近火薬不足なんですよ、うちのワールド。エリトラ飛ぶときにね、使うからね。そうそうそう、僕が夜な夜な火薬集めてますから。ありがとうございます。で、こっちのね、教会の方がやばいのよ、そして。ここの教会マジかっこいいからな。いや、俺教会に砂使ってこんな、うん、これね、綺麗にしてるもんな。やばいでしょ。で、こっちほら、ネザーゲート使いいの。ネザーゲートか。しかもこれジャングルの原木よ。ジャングルの原木。ジャングルの原木。ジャングルの原木ってマジで汚いイメージしかないんですけど。本当そう、本当そう。超かっちょよくなって、なんかだって虫が止まってるイメージだもん。わかる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 。汚い感じ、ね、これなんか虫が止まっててもおかしくない感じ、うんうん、全然それがね、自然になってて、ここかっこいいんだよな。すげえな、というところで、はい、じゃあ、本日の動画はね、こんな感じで、終わりたいと思いますけれども、またちょっとね、大原メインからちょ今日いたずらされちゃったんで、はい、いたずらをしたね、大原メインの、チャンネルリンク下の概要欄に貼っておきます、貼っておきますわ。みんなもう見るさんからね、えみんなちゃんとね、うん、もう言ってね、ナイスと。えナイスと。なんすか、ナイスと。ナイスってナイス 和食じゃねえ。ナイス和風って、ね、あ、ナイス和風建築のね、動画、皆さんコメントよろしくお願いいたします。というところで、じゃあ本日の、動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あなたは神に誓いますか。え、誓いますか。神、神じゃ、神よ。次回、見るだって撮ってるみたい。